こちら、サラミさん英文法の時間がやってまいりました。本日は価値に関してですね、2つやってみたいと思います。皆さん、ワースとワースホワイルですね、皆さん大丈夫そうでしょうかね。皆さん有名なのは多分ワースの方かと思いますが、ちょっと皆さん例文見ながらですね、聞いていただけると嬉しいかと思います。で、皆さん、もちろんワースと言われたら価値ですねという意味を言えただけでは、実際にパート5、パート6解けないので、やっぱり前後の形をしっかり押さえておく必要性がございます。で、The place is worse…点点点なんですが、もちろん主語、be 動詞、そして worse ときて、後ろは ing になるんでしたね。皆さん、もちろんパート5、パート6なんかで問われそうなのはこの辺りですからね。で、皆さん、なんで問われるんですかっていう、皆さん、ちょっとした特徴的な形をしております。皆さん、ビジット自動詞ですか、他動詞ですかと言われたときには、もちろん、訪れたよ、どこということですから、他動詞ですね。で、皆さん、後ろに目的はありますかと言われたら、ないんですね。ということです。つまり後ろに目的語、名詞が必要なんですが、皆さん置いていないんですね。で、なんでねーって感じがしますが、皆さんもちろん皆さん薄々感じてますよね。どこを訪れるんですかと言われたら The place ですね。つまり訪れるところがですね、ここにもうすでに書いております。主語のところに存在しておりますので、だから皆さん、この右側にわざわざもう一回書く必要性はないんですね。ですから、ただ後ろに名詞が必要なんですが、置いちゃいけないんですね。という、少し変わった特化形ですね、をしておりますので、やはり出題される可能性が極めて高いんですね。で、皆さん、今日はたまたまちょっと他動詞で例を書きましたが、ここが、自動詞プラス前置詞になることも十分考えられますので、ですから、この2種類ですねを押さえておくということと、あとは後ろに名詞が必要なんですが、置いちゃいけませんよ、どこ行ったんですか、1番線との主語に行ったんですねというところまで押さえておく必要性がございます。で、一方、皆さん、ワースホワイルですね、まあ価値があるということですが、It is worse while なんとかかんとか visit the place ということです。で、これもですね、できれば形を押さえておいた方がいいですね。It is worse while ときたら、後ろは、これでございます。という不定詞。で、皆さん、この という不定詞、なんでなんですかと言われたときに、皆さん、これ思い出していただきたいのは、1番線と it。で、普通 it と言われたら左側の語句を指すはずなんですが、ないな。で、なかった時にどうしますかと言われた時に、皆さん、後ろの to 不定詞を指すことができましたね。で、皆さん、名前は形式主語の it、もしくは仮主語の it というふうに呼ばれておりましたね。で、その it はどこを指してるんですかと言われたら、ここですよね。じゃあ、右側の to 不定詞、後ろにやってくる to 不定詞を指すことができましたね、ということです。で、あと皆さん、to 不定詞の後ろどうなってますかと言われたときに、皆さん、visit もちろん他動詞。で、後ろに目的語ありますかっていうと、目的語があるんですよね。ですから、至って普通の自然な形をとっておりますので、ですから、言い方を変えると、このカッコ1番のワースと形がやっぱり違うんですよね。ですので、こちらの方がどちらかというとあまり見かけない形をしておりますので、出題される可能性が極めて高いということです。で、ただし、じゃあこっちだけ押さえていたら大丈夫ですかって言われたら、こっちが意表をついてですね、問われる可能性もあるので、一応2パターンですね。2種類押さえておいた方がよろしいかと思います。ですので、くれぐれも意味だけ言えて安心しないでくださいね。前後の形が重要でございますので、参考なさっていただけるとよろしいかと思います。